どうもお疲れ様です。まあなんか車ってね、もう売りたいよーっていう時は安く叩かれるんですけども、売ってくださいって言われる時は、なかなか高くこう買い取ってもらえるんですよね。まあこれは不動産でも同じことが言えるんですけども、やっぱ家とかって土地とかってね、手放したい時って、本当に二足三毛になっちゃうんですよね。まあ足元見られるではないですけども。で、求められる時って、やっぱり高くなるんですよ。 だからそういった形で需要と供給のバランスっていうのは時に応じていろんなタイミングに応じて変わっていきますしそれからねすぐに現金が欲しいっていう風になって叩き売りをするっていう風なねえーオーナーさんの心理っていうのも相まってきますんでまあどっちでもいいよってなるとなるべく高値がつけれるのかなとよく不用品販売って言いますけども本当にいらないもんだから本当安く出てますよねだからこそ買いやすいっていうところもありますしあのよくねコレクションを 販売してお金にするというのがコレクションで集めてる時はその商品とかにものすごく情熱があるんで高くても買いたいって思っちゃうんですけども手放す時って興味がなくなったんでもうはっきりで捨てる手間も惜しいみたいな感じですよねだから本当に早く売れた方がいいからまともよりいいみたいな感じでそうやってマーケットっていうのはできていくのかなと思いますうんだからなるべくブームが去った時っていうのは手に入れやすいんですけどもね、まあ、私のキットはブームが去っても あの改造の費用が高いんでね全然値段が落ちないですけどねまあでもあのナイトライダーといえばあの新シリーズナイトライダーネクストっていうのがあるんですけどもそこはねムスタングの 3000cc がモデルになってるんですよこれは結構安いですねあんまり人気がないんですよねこれね500万ぐらいで出てるんですよ、うん、なそっちだったら経費的には軽いなっていうのと車も壊れにくいんで羨ましいなと思うところがありますがまあでもね それに私が乗っていたら、それはそれでフラストレーションがあったでしょうね。あの、やっぱり、一番私が求めていたものが手に入ったから、もう、本当に大満足でね、もう不満が何もないみたいな感じ。他のナイトライダー見てもあんまり羨ましいと思わないんですよね。<laughs> もう本当になんかこう、手に入れ,る入れられる限りの最高のものを手にしたら、もう何の後悔もないかなと。まあそういう風な人生を送っていきたいですね。吉田さんもだから、あの、R34 のことは私もよくわかんなかったんですけども、 まあでも、ねあのー、こうやって吉永さんと過ごしていくうちに、まあ、その車の貴重さとかねかっこよさと,とかっていうの十分私も伝わってきましたね今34とかね33とか35とか街で見かけてもやっぱ思い出しますねああいい車だったんだなと確かに後ろから見る姿かっこよかったなとだからいい車ってどんな背景にも合いますよねうん絵になるっていうかねまあそういった車と20万キロ以上 旅を共にしたわけですからまあ吉谷さん自身が R34 と言ってもいいんじゃないかなと思いますそれでは